もう、いくつ寝ると、お正月。クリスマス、誕生日、子供の日、夏休み。またお正月。<laughs> はい、皆さん、こんばんは。ね、えー、子供にとって、お正月っていうのは、お年玉がもらえることや、学校がお休みになることなど、良いこと尽くしでしたね。えー、お年玉をもらって、あるいはお年玉をもらう前から、どんなゲームソフトを買おうかと、こんな風に、ゲーム雑誌を眺めてワクワクしたことがあるって方、 大勢いらっしゃるんではないでしょうか。えー、今日はそんなお正月の思い出が蘇っていきそうなソフトたちをご紹介していく予定です。よろしく。 はい。それでは本日最初のソフトはこちら。じゃじゃん。東神殿2。発売元は宝。えー、我が家の最初のプレイステーションソフト、東神殿の続編にあたる作品です。えー、初代東神殿がね、えー、プレイステーションを代表するソフトになってたんで、えー、その続編ということで、テレビ CM や雑誌でも頻繁に取り上げられるお正月の注目タイトルでもありました。えー、ちなみに言うとですね、 我が家でのプレイステーション情報雑誌というと、ハイパープレイステーションだったり、ザ・プレイステーションといった、えー、雑誌を読むことが多かったっていうお話を以前させてもらいましたけど、えー、妹に確認したらね、我が家で最終的に落ち着いたのが、プレイステーションマガジンという特務書店さんが出している雑誌だったそうです、えー。僕もね、思い出しました。あのね、そのプレイステーションマガジンで僕が特に好きだったコーナーの一つに、ゲーム通信簿というものが、 ありました。えー、これは何かというと、プレイステーションマガジンの読者が、その週に発売された最新ゲームを6つの項目にわたって採点をして、その総合得点をランキング形式に掲載していくっていうものなんです。えー、で、ご参考までに紹介しますと、東進伝2が出た時点で、プレイステーションには合計156タイトルものゲームソフトが発売されていたんです。 そんな156タイトルの中で読者総合ランキングのトップに君臨していたソフト。これ何だと思います気になるでしょ画面に顔を近づけて目を細めて一生懸命見る必要ないからね。大丈夫。ちゃんとアップにしますからね。はい。第1位がこちら。ときめきメモリアルです。一、えー、1項目5点満点で総合点27.35ですから、えー、平均するといくつ ?4. 4.56とかそんなもん。で、えー、第2位。第2位が、リッチレーサー。そして、第3位が、リッチレーサーレボリューション。っていうふうな結果になっています。で、ちなみに最下位のソフトが何なのかこれも皆さん、気になりませんはい。第156位。将棋。発売元が、セタ。えー、12.90点。平均すると2.1 点ぐらいかな。まあ、将棋ですからね、なかなか、この読者の採点項目に当てはまらないような内容になってしまうんで、これはもう、しょうがない。っていうふうに、もうしかないと思うんですけど、えー、気になるソフト、もう一本あると思うんですよ、皆さん。ね。熊野プータロー。<laughs> どんなもんかちなみに気になりませんね。じゃあ、せっかくですから、熊野プータローのみならず、 プレイステーションメモリーズでここまでご紹介してきた全ソフトのゲーム通信簿での順位をお見せしたいと思います。どうぞいかがですね結構全体的に見ると高得点の評価をもらっていて、ランキングでも156タイトルある中で半分よりも上の順位のものが多いでしょ熊プ風太郎を除いてね。<laughs> なんで、熊野プータローのことをね、えー、ちゃかしておりますけど、決してね、僕はあのソフト、悪く言うために掘り起こしてるわけじゃないからね、皆さん、ご理解くださいね。えー、あのー、つまんないソフトではあったんだけど、僕らが、やっぱほら、前に体験したことっていうのは、今振り返ってみると、良い思い出、えー、愛すべき思い出になってるんでね。うん。だから決して、つまんないつまんないんだけど、嫌いなソフトではないっていう点はね、えー、誤解がないようにお願いします。で、東神電2、 これが一体何位に食い込んだかと言いますと、週刊セールスでは堂々の1位を記録したゲームではありましたが、このユーザー通信部においては第18位でした。読者レビューを見ますと、総評は概ね、続編として考えるよりも、全く違うゲームとして考えた方がいいという意見が多いようですね。うん。当時、東神伝2はそんな僕の感想も同意見かなうん。 ま、僕が良かったと思う点としては、使えるキャラクターの数が確か大幅に増えたっていうところになるかな。続いてのソフトはこちらです。じゃじゃんストリートファイター0発売元はカプコンプレイステーションでついにストリートファイターが遊べるっていうのは嬉しかったんですよね、当時。あ、あいつもいましたけどね。えー、ストリートファイター0についてですが、 えーこれはね、時代設定がスト2の前の話というコンセプトの格闘ゲームです。えー、例えば、ガエルと怒りのあるナッシュがプレイヤーキャラクターにいたりしましたからね、えー、ファン心をくすぐるような内容でした。えー、プレイステーションマガジンのゲーム通信部においては、全プレイステーションタイトル中第9位という順位につく高評価ソフトです。えー、読者レビューの総評では、概ね アーケード版の完全移植の名にふさわしい素晴らしい出来だという意見に集約してますね。はい。では、続いてのソフトはこちらです。じゃじゃん幻想水庫伝。発売元は、コナミ。内容は、いわゆるオーソドックスなファンタジー系の RPG になるんですけど、これはね、僕も何度か遊んだことがある大好きな作品です。えー、特徴としましては、そうですね。 ま、道中でね、仲間になるキャラクターが最大で108人もいるっていうところかな。うん。RPG で108人って多いでしょ ?RPG でなくても多いか、108人って。<laughs> ね。でも、それでもちゃんと意味がありまして、108人、それぞれに役割があって、プレイヤーを助けてくれますし、また一人一人にドラマが生まれるような作りのゲームになってるんですよ。うん。あんまりね、 具体的な話をしてしまうと、まだ遊んでない方の楽しみを奪ってしまいますから、このゲームの一ファンとしてはね、ぜひ、えー、ご自身の手で体験していただけたら嬉しいなっていうのがあります。えー、プレイステーションマガジンのゲーム通信簿におきましては、全、えー、プレイステーションタイトル中、第4位っていうね、えー、プレイステーションの歴史に名を残すソフトと言えると思います。はい。そんなわけでいかがでしたでしょうか今週の3本。 えー、一応我が妹にもそれぞれに対する思い出や感想を聞いてきましたんで、ご参考までに。えー、まずは、東神伝2。これについては、こう言ってました。ズババババン、東神伝2負けないもーん。と言ってました。<laughs> 当時ね、テレビでよく流れたお正月向けのプレイステーションのコマーシャルからになりますね。えー、負けないもんっていうのは、東神伝のエディスっていうね、代表的なキャラクターが言う決め台詞。 えー、それを100人一種カルタのようなコマーシャルにしたっていうね。えー、確かね、ストリートファイターゼロも、そのカルタコマーシャルが作られていましたよね。えー、なんだっけストゼロは、スンスンソンソン206みたいなね。うん、そんな感じのコマーシャル。なんかいろいろ混ざってる気もしますけど。えー、当時のコマーシャルになりますね。うん。そんな、えー、スンスンソンソン206な、ストリートファイターゼロ。これにつきましてはこう言ってました。 この前、小学生が、小流拳って言って遊んでるのを見て、なんで知ってんのって思った。って言ってました。全然このストゼロと関係ない最近の話なんじゃないかっていう気もしますけど。えー、そんなこと言ってましたで、ね。まあ、それもそうかな。妹の中ではスト2とかその辺の、えー、派生作品は90年代ぐらいで止まってますからね。うん、今の子が知ってることに、えー、衝撃を覚えたんでしょう。はい。で、えー、幻想水湖伝。 これについては、こう言ってました。グレミオは死なせない。はい、えー。僕もね、内容を知ってるだけでね、コメントしづらいね、これはね。ですが、思いは詰まってるのがわかります。はい。それでは、えー、ここから先は次回遊んでいくソフトを選ぶ投票コーナーに移りたいと思います。えー、みんなで一緒に決めていきましょう。まず、東神殿2。このソフトを次回見てみたいという方はここで。 えー、負けないもん。負けないもん。とコメントをお願いします。あるいは、こちら。ストリートファイターゼロ。このソフトを次回見てみたいっていう方は、ここで、昇竜拳昇竜拳とコメントをお願いします。あるいは、こちら。幻想水湖伝えー、これを見てみたいっていう方は、そうだな。グレミオ。グレミオ。とコメントをお願いします。 はい。それでは本日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。